ちは、キャンピングカー TV のタックルでございます。本日ですね、僕がいるのは東亜モーターズさんのブースにお邪魔しているわけなんですけれども、今日ねご紹介するのはこちら、ドイツのですねサンライトというメーカーのキャンピングカーになります。フルコンですね、クリフ540という車になります。乗車定員が4名、就寝定員が3名の車になります。ベースはですねフィアットのデュカトになりまして、全長が5410、幅が2050、高さが2650ということで、まあ、全長は日本の国産のキャンピングカーよりもちょっと長いかなといった感じですけれども、まあ、幅と高さは、まあ、日本のキャンピングカーとそんなにというか変わらないので、特にね運転は、まあ、内輪差だけちょっと気をつければ、まあ、大丈夫なのかなといったところの印象です。続いてこちら、装備類見ていきたいと思います。かなりですね充実した標準装備となってます。カセットトイレ標準装備となってまして、タンク給排水のタンクは各、ね、まあ、100リッターと、清水タンクが100リッターとなっていて、温水ボイラーまでこちら標準装備となってます。であとはサブバッテリーと、まあ、FF ヒーターも、標準装備となっておりまして、逆にオプションとしてついてるっていうところとしてはもう車自体のところだと思います、まあ、パーキングセンサーとか、まあ、サイドオーニングとかはついてますけどもね、まあ、あとフォグランプとかっていったところになりますので、まあ室内のところはね大体標準装備の車かなといったところになります。こちらが車両後部からの映像になります。ベッドの下がねこのように大きな収納スペースとなってます。でこういったところにもね、まあ、荷物も置けるようになってます。マガジンラックみたいな感じだと思ってもらってもいいかな。でよいしょ、ここにもね収納スペースで、こっちにはね汚れにも強いような作りになってるのかな。ではでは早速その室内もお邪魔していきたいと思います。まずですね、エントランスのところなんですけど、ステップ今ねこのように、まあ、台をね出していただいてるんですが、ここにね自動で出てくるステップもついてますので、この高い段差をわざわざ上がる必要もないっていうところがね嬉しいポイントだと思います。あとねエントランス入ってすぐのところ、こちらにですね冷蔵庫があります。で冷蔵庫は実は扉ここまで開くんですね。なので外でバーベキューしてる時とかもわざわざねクーラーボックス持ってく必要もなければ、重たい荷物をね靴脱いで室内までがっつり運ぶ必要もないですね。このままここに入れていけばいいし、この部分は冷凍庫として使うこともできるので、氷とかもね、つけることもできます。ベースがですねフィアットのデュカトということなんですけども、ハンドルはね右ハンドルになってます。でやっぱりねシートのね座り心地は抜群ですね。そういったところはやっぱり海外のね車なんだなといった印象があります。やっぱりね幅が広い、ゆったりとしてますねといったところに特徴が1個あるのと、ちょっとね確かじゃないんですけど、おそらくこのシートね回転します。
でくるっと回転するので、ここにテーブルがありますのでダイネットとして使うことができます。まあ、ここの、まあ、シートをくるっと回転させるのと、まあ、テーブルを挟んで向かい合うような対面式のダイネット。この車ですね、まあ、高さはしっかりとありますので室内でもちろん立つことはできます。でバンクベッドがあるわけではないんですけど、ここの部分はね収納スペースとして使うことができますので、ティッシュとかね車の中で置いとくとあっちゃこっちゃ行っちゃってみたいなところもあるんですけど、まあこういうところにね置いておけば、まあわざわざね扉のあるところにティッシュを置いたりするのも面倒なんでいいかなとも思います。あとは収納に関して言えばこの辺ですね、こういったところにもしっかりと収納スペースはついてます。で多少かもしれませんけど、こういってね落下を防止してくれるような段差もついてますので、そこもね嬉しいポイントかなというふうに思います。で続いてですねキッチン周り見ていきたいと思います。まずねこちら、おいしょ、ここを開けますと二口のコンロとステンレスのシンクがついてます。で扉のねすぐ近くにあるので、ここはねかなり調理の煙も外に出せるかなと、いった印象があります。まあ、ここはね調理の煙とかは十分外に出せるかなといった感じで、網戸もね実はこれ閉まるんですよ。ここをこうやってスライドさせると網戸も閉まるので、もちろん窓とか扉開けたまま調理をしても虫がね入ってきたりする心配もないです。はい、であとはその反対側ですね、こちら側がマルチスペース。続いて車両の一番後部、リアの常設のベッドになります。ということで本日は東和モータースさんが代理店を務めておりますドイツのサンライトというメーカーのクリフ540というキャンピングカーをご紹介いたしました。と、まあ、キャンピングカーを見るときにキャンピングカーの名前に3桁の、ね、数字が書いてあるということは結構実はよくありまして、でそれはね結構キャンピングカーの全長を表している場合が多いです。今回でしたら、まあ、540ということですので、5400、全長が 5m40 ですよと、いうことをですね、まあ、表している場合が多いですので、キャンピングカー特にまあ輸入車とかですね、をご検討されている方は、まあ、そういったところもね、一つチェックしていただけるといいかなと思います。で、まあ、このね、サンライトのクリフ540というキャンピングカーは、まあ、動画でもちょっと説明しましたけれども、海外のモーターホームの中では比較的コンパクトなサイズになっておりまして、日本でも運転はしやすいのかなといった印象になってます。ハンドルが右ハンドルになっているのも嬉しいポイントですね、になってます。あとはね、これだけのオプションがついて、さらにベースがフィアットのデュカットというね海外の車を使っていて、このお値段で乗れるというところはですね、とても魅力的な、キャンピングカーであると思います。あとね、そうですね、温水のボイラーについてなんですけど、撮影の当日はちょっと僕も情報不足でして一発勝負でね撮ってるので、まあ、どういう風に お湯を沸かすのかっていうのが分かりきってなかったんですけれども、
東和モーターさんのホームページを見る限りだと、ガス式ということですね。ガス式の、温水のシステムが入っているようでございます。まあ、詳しくはちょっと僕よりも本当にご興味のある方は、東和モーターさんにお問い合わせいただいた方が、まあ、確かな情報かなというふうには思います。あとですね、この車で、まあ、知っておいた方がいいかなっていうのは、家庭用のエアコンはついてなかったですね。まあ、モーターホーム、海外のモーターホームにはなっていて、室内の空間自体は結構広いので、熱がこもったりすることはしにくいかなというふうに思います。窓開けたりすれば結構通気も良さそうですし、上の部分もしっかり開いたりはするので、むしろ家庭用エアコンはいらないかなっていう人の、まあ、チョイスにはなってくるかなと思います。やっぱりその分値段が抑えられるのと、夢のね、海外のモーターホームに乗れるといったところが非常に、魅力的な車になりますので、あえて家庭用エアコンはわざわざ必要ないかなっていったところのね、方のチョイスになるかなというふうに思います。ということで、本日は東和モーターズさんが代理店を務めるドイツのサンライトというメーカーのクリフ540というキャンピングカーをご紹介いたしました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。